はい、おはようございます。どうも皆さん、お久しぶりです。森崎秀明です。今日もやってまいりました、森崎秀明の世界に伝えたい会社。前半のめぐみさんのご縁のお話ありましたけど、きっと皆さんも何か思い当たる節あったんじゃないでしょうか。実はですね、今回のゲストの方は私が数週間前に品川でナンパをした女性なんですよね。早速登場していただきましょう。株式会社ガールズライフラボの代表取締役、ニット真希さんです。おはようございます。おはようございます、ね、ちょっとラジオ聞いてる皆さんにお見せできないんですけれど、キュートな方に今日は来ていただいて、ありがとうございます。本当に数週間前、品川でニットさんがこの、まあ、ガールズライフラボの、女子の暮らしの研究所ですかね、はい、こちらで、イベントブース、物販のブースされてる時にたまたま出会って、たまたま意気投合して、はい、ラジオに出てくださいと、はい、ナンパされて連れてこられました今日は来ていただいちゃいました。はい、でなんかその時にニットさんにいろいろお話を伺っていたら、はい、女性の暮らしをどんどん向上させたいなんていう思いがあったよう で、そうですね、はい、でそれもあれですよね、震災、東日本大震災がきっかけだったそうなんですよね、はい、でもそもそもニットさんって、はい、最初はどんなお仕事されてたんですか。ですね、大学を中退して、おお、それからキャンペーンガールとかをずっとやっていて、ずっとチャラチャラした仕事をしてたんですね全然見えないですね。そうなんですよ、ちょっと10キロぐらい太っちゃったのでいやそういう仕事をしていて、はい、で東京にいたんですけど、はい、夢とか目標とか何にもなかったので。あ、そうなんですか。すごく苦しかったんですよ。うん、それで実家の福島県の郡山市に、はい、もうそろそろあんた帰ってきたらと母に言われ帰ったのが25歳の時です、はい、でそれから郡山にいても特にやりたい仕事もなく、はい、うん、おばあちゃんと家庭菜園をして1ヶ月か2ヶ月過ごしてたんですね。都会にいるとそれも素敵な生活に見えますけど ね、 そうですね。でも当時仕事してなくて、うん、家にいて、はい、おばあちゃんと家庭菜園やってるって結構しんどくって、うん、なんか何やってるのって言われて、え、じゃがいも植えてるみたいなまあいいんですけど、はい、そういう時間もすごく必要だったんですけど、はい、で、まあ、母にあんたいい加減にしなさいよと怒られて、はい、まあ、実家にいたので、はい、で、まあ、いろいろ紆余曲折あって就職したんですね、はい、でイベントの制作会社に勤めることになって、でそこでイベントの企画とか運営とかそういう仕事に携わるようになって、はい、まあ、すごく充実して、プライベートもとっても充実していて、毎週合コン毎週夜遊びみたいな、そういう暮らし方をしてたんです。すごいですね、畑仕事から。あ、そうですね、なんか夜遊びがある。そうで、リア充という、うん、言いますよね。そうですね、そうそう、最近の、はい、でリア充な生活をしてたんですけど、はい、当時は自分と彼と家族と仲のいい友達が幸せだったらそれでいいやと思って、うん、それ以外のことって何にも知らなかったんですよ。あ、そうなんですか。なんですけど、はい、27歳の時に震災が起きて、はい、私たちの暮らしがもう一変してしまって。そうですね、あれきっかけで様変わりしましたよね。そうなんですよ、うん、で私の住んでいた郡山市っていうところは、はい、避難区域にはなっていないんだけれど、はい、放射線量が結構高いと。そうなんですね。で通常が 0.06 マイクロシーベルトパーアワーなんだけれど、はい、当時の郡山で高い時で24マイクロシーベルトパーアワーとかあって、それだと何倍ですかね、何百倍とか。まあ、ちょっと私も数字が弱いんでパッと見なくて申し訳ないんですけどでもそうですよね。そうで、そのぐらいの線量になっちゃって、あ、私も被爆しちゃったんだなと思って、うん、まあ、当時付き合ってた彼と結婚しようと思ってたし、はい、郡山で子育てしようと思ってたので、うん、この場所で子育てしていいのかなとか、私自身の体大丈夫なのかなってすごく不安になっちゃって、うん、はい、で当時周りにいた女の子たちもやっぱり同じように悩みを抱えてる子が多くって、うん、で彼女たちと一緒にいろんなことをこう勉強したり、いろんなことを話したり、はい、でもちろんいろんな意見がありましたので、はい、見解も女の子によって全然違うんですよね、うん、国が大丈夫って言ってるから大丈夫でしょっていう女の子もいるし、はい、いやそれは信用できないよ、自分たちでちゃんと情報を取らなきゃっていう子もいたし、うん、っていう中で、うん、まあ、
何よりも夜遊びばっかりしていて何も知らなかった私たちが悪いよねということで、うん、ちゃんと自分たちで勉強して、うん、自分たちで選択していける社会を作ろうということで会社を作りました。すごいですね。そんな被災したっていうんですかね、はい、それで女の子たちで集まってる中で、うん、パッと手を挙げて会社を作られた。あ、でも1年ぐらいはかかってますかね。その間は女の子のお友達といろいろお話をしながら、うん、そうですね、悩んだりいろんな知識を仕入れたりっていう時間だったんですかね、うんうん、そうですね。ちなみにその会社を作られてからっていうのはどんなお仕事を始められたんですか。はい、大きく4つプロジェクトがあるんですけど、はい、一つは実は私たちもラジオ番組をやっていて、郡山のコミュニティ放送なんですけど、ね、79.1MHz なんです。ほお隣ですね。ニアミスっていう感じですよね、はい、あ、そうなんですか、はい、でそこでは、ラボラボラジオっていう番組なんですけど、女の子たちだって政治のこととか選挙のこととか、はい、社会のことをきちんと知っていかなきゃいけないっていうことで、毎月テーマを一つ決めて、はい、それに対して女の子たちがリサーチをしてリスナーの皆さんに届けるっていう番組を、はい、これは月に1回なんですか。週に1回やってます。じゃあだいたい月に4回ぐらいを一つのテーマ。そうですね、はい、ああ、そうなんですね。今までちなみにどんなテーマ取り上げられたんですか。まあ、選挙が近い時は、はい、そもそも選挙って何なんだろうねとか、うん、その投票、自分は何に投票しなきゃいけないのか、うん、どういうことを選ばなきゃいけないのかっていうことを紐解いていったりとか、うん、決して誰かをこう誰かに投票してくださいねって促すんではなくって、はい、選挙って自分たちの暮らしにとっても身近なことだから、うん、きちんと参加しようねっていうことを伝えていったりとか、うん、あとは法律のこととかもやりましたよ。そうなんですか、うん、びっくりですね。 まさか私の専門分野出てくると思ってませんでしたね。法律ってどうやって作られるのかとか、あ、そういうところを、そういうこともやりました、うん、じゃあ本当にこの女性の皆さんの生活に役立つものを、うん、そうですね、女性の皆さんが自ら調べてお伝えして、はい、そんな番組なんですかね。だって難しいんですよ、法律のこととか選挙のこととかって。 すごい難しい言葉ばっかりだから、はい、言われてもよくわからないから、うん、それをギャルでもわかるようにいや本当重要ですよね、はい、難しいことほど、うん、本当は実は重要で、そうなんですよ、誰でもわかるようにお伝えしなければ、うん、ちょっと私たちの胸が痛む言葉ですけどでもそうやって武藤さんのところでは、はい、女性の暮らし、女性の生活に関わるところを噛み砕いてお伝えしたりしてるんですね、うんうん、はい、はあ、すごいことされてますね。ありがとうございます。さっき4つ事業されてる、はい、ということでしたけど、はい、あともう一つは、はい、福島の今のことをきちんと知ってほしいなっていうことから、はい、ぜひ福島に来ていただいて、うん、現地のことを、はい、自分の目で見て、はい、自分の肌で感じて、はい、現地の方の声を聞いてもらうっていうスタディーツアーを企画しています。それはどうやったら応募できるんですか。これはですね、時々公募型のものを、はい、募集型の旅行を作ってるんですけど、うん、はい、それにタイミングが合えばそれに参加していただいて、はい、タイミングが合わなければ、はい、個人的にご連絡をいただければご案内できますので、例えばホームページからちょっと、まあ、10人ぐらいで遊びに、はいはい、遊びに行きたいって言ったりするんですけど、うん、本当に今の福島の実情を知りたいっていうご連絡差し上げれば、はいはい、ちょっとしたツアーを組んでいただいたりもできるんですね、はい、組めます、はい、おー、それはありがたい、はい、実際現地行かないとわからないものっていっぱいありますもんね。そうですね。でもちろん大変なこともあるけど、はい、素敵なものがたくさんあったり素敵な人がたくさんいたりっていうことも一緒にお伝えしたいなっていうふうに思ってるので。確かに私と日東さんが仲良くなったきっかけも、はい、日東さんのお店に置いてあった機関誌ですかね、はい、そうですね、に載ってたおじいちゃま、何でしたっけ、ね、お名前、しげよしさん。あ、そうです、そうです、そうです、その重吉さんがきっかけでしたからね、はい、これもきっと二藤さんのお店に足を運んでいただければ、はい、その機関誌が置いてあって、そうですね、重吉さんもご覧になっていただけますよねもしかしたら都合が良ければ重吉さんにお会いすることもできるかもしれないので。そっかそっか、スタディーツアーでなくても場合によっては、はいはい、あ、いらしていただいてることもあるんですね、はい、はあ、じゃあ、私が二藤さんと出会ったのはこのラジオでも、はい、福島へのスタディーツアーでもなくて、はい、どの事業になるんですかね。ですね、福島ピースプロジェクトというプロジェクトをやってるんですけど、はい、これは福島のいいものを発信しようということで、
伝統工芸品を使ったオリジナルの商品を自分たちで作ってるんですね、はい、そうなんですか。でそれと一緒に私たちの商品じゃないけど福島のいいものを、はい、皆さんに知っていただこうということで時々東京に来て出店をしたり、はいはいはい、先日はエキュート品川さんでしたよ ね、 そうですね、お会いしたのはね、はい、まあ、いろんな百貨店さんなんかでそういう催事としてやっているので、これもホームページ見ていただければきっと可愛らしいアクセサリーとか見ていただけるんですけどね、はい、ラジオのお聞きの皆さんには後ほどホームページにアクセスしていただいて見てもらって、はい、ぜひよろしくお願いします。これは近々どちらかで出展されるご予定はあるんですか。ですね、はい、今週とか来週とかは何か放送月曜日でしたっけ。放送はこれは今日日曜日に日曜日ですね。あ、じゃあ大丈夫ですね。今日まさに、東京駅の近くのオアゾの中の大広場というところで、はい、東北応援ビレッジというイベントが開催されてます。で、その中で、うちのブースも出展してますので、ぜひ遊びにいらしていただけたらと思います。これは見てほしいですね。本当に可愛らしいものだったり、はい、福島の伝統品を生かして、はい、うんうん、今にマッチした商品なんていうのもたくさんありますからね。なるほど、ぜひここはちょっと皆さんに足を運んでいただけると、はい、心も豊かになれる、はい、いい出展スペースになってると思います。ぜひ来ていただきたいです。もう一つその4つ目っていうのは、はい、どういったことを、イベントの企画をやっていまして、はい、去年の8月に、はい、福島ガールズフェスというイベントをやったんですよ。で、見た目すごくこうポップな感じなんですけど、はい、実は内容が結構テーマが重くてですね、はい、水俣の創始者という団体があるんですけど、はい、水俣病のことを伝え続けている方々がいらっしゃって、そこに、同世代の語り部さんがいるんですね。あ、そうなんですか。30歳の女の子かな。で彼女をゲストに呼んで水俣の今のこととか水俣病のこととか環境のこととかいろんなことをお話を聞いたり、福島のことをお伝えしたりっていうイベントをやりました。なんかこうやって今二藤さんのお話を伺ってると、はい、こう今まで少し軽視されてきたかもしれない女性たち、うんうん、その女性によって、はい、女性たちがもっと豊かにもっと幸せな人生を送れるように、うんうん、そんなお仕事をしてるんだなっていうのが伝わってきますね。そうですね。今後はその女性たちのために女性としてですかね、はいはい、どんなことをしていこうとかって思ってらっしゃいます。ですね、もう一つ事業をやろうと思っていて。あ、もう一つですか、はい、女の子のための相談窓口っていうのを開設しようと思ってます。はで福島はやっぱりまだ課題がたくさんあって、はい、いろんな不安を抱えている女の子たちがたくさんいるのが現状なので、はい、彼女たちが気軽に相談できるようなそういった窓口を開設しようと今準備中です。うわ、楽しみですね。いや本当に女性による女性のための素敵な活動、そして本気の活動っていうのが二藤さんを通じて実現されていきそうですね。はい、頑張ります。いやちょっともっともっとこのお話伺いたいんですけれども、はい、時間もそろそろ迫ってきてしまったので、二藤さんのお顔を見たい方はぜひピラジにもアクセスしていただきながら、はい、女子の暮らしの研究所こちらの方までアクセスしていただけると二藤さんのお顔も見れますので、よろしくお願いします、はい、ぜひ見てください。はい、本日朝からありがとうございました。ありがとうございました。